はーい、ともらいです。今回ですね、こちらの決戦陣兵の星12の方に挑戦していこうと思います。まあ、今回は8周年ルフィを船長にして、まあ、船員の方を組んでみましたので、まあ、8周年ルフィ持っている方はぜひとも参考にしてみてください。で、まあ、今回2パターンということで、まずは最初はこちらの、チームで行こうかなと、まあ、編成で行こうかなと思っております。まあ、船長とフレンド船長はもちろん、8周年ルフィで、船員には、ウソハチ、ボニーで、ローでフランキーと、まあ、この6体でいこうかなと思っております。まあ、第1バトル第2バトルはいつも通り、膝短縮のために使っております。まあ、なんでこのバトル1バトル2の間に膝を、しっかり貯めておいてください。で、まあ、入れ替えとかの、キャラはいないので、まあ、入れ替え動向っていうのはなくなるので、まあヤマタンですとかの方より、まあ、早く周回できるのではないかなと思っております。まあ、混乱せずね、簡単に攻略できるのではないかなと思っております。はい。で、まあ、第2バトル、進んでいってるわけですが、まあ、これを倒しちゃいますかね。で、必殺短縮はまだ溜まってはいないんですけど、まあ、地道に溜まるでしょうということで、バトル3の方では、まあ、チョッパーが来るんですけど、まあ、超お邪魔スロット変換が来るのと、擬音隠し来るんですけど、擬音隠しに関しましてはフランキーの、繊維効果の方で解除されております。で、まあ、超お邪魔スロットは、解除する方法がまだ分かっていないので、消費するしかないということで、現在消費しております。で、まあ、続いてこちら、2ターン目では、タップなんかが、まあ、来るということで、まあ、パーフェクト取りづらくなりますよということなんですけど、まあ、頑張ってパーフェクトを取って、倒してみてください。まあ、これね、パーフェクト取れないとね、あの、進んでいかないので、まあ、今回のこれを機に、まあ、タップタイミングうまくなれるよう皆さんも頑張ってみてください。まあ、他ですと船とかで、まあ、メリー号とか、まあ、他の船とかで結構そのタップタイミング優しくなったりってする、船がありますので、まあ、そういう船を使っていただければいいのかなとは思っております。まあ、タップが苦手な方はね、ぜひとも使ってみてください。で、まあ、ここではチェーンケースの、2.5 以下は攻撃ダウンと、4以上は攻撃ダウンということで、まあ、フランキーの方で 3.5 倍に固定しつつ、まあ、防御力アップが6ターンついているので、フランキーの方で解除しております。で、まあ、8周年ルフィの必殺と超過を使っております。まあ、この超過とか、まあ、必殺は、まあ、どちらを使ってもいいですかね。で、まあ、あとはタップしていけばスロット影響とかがアップしていますので倒せるのかなと思っております。で、まあ、さっきフリースロットになってたのは、あの、8年ルフィのヒザードでレーンスロットにして、フリー扱いスロットをなくしております。で、まあ、ボス戦、まあ、ジンベイが来るわけなんですけど、即属性の、属性変化があるのと、まあ、封じが5ターン、まあ、8ターンですか。で、3ターンは能力解放で解除されております。で、ダメージゲインが5ターン来ていますので、ウサハチの方で5ターン解除しております。で、まあ、必殺は巻き戻しが、まあ、2ターン来ているので、まあ、ウソハチの方で1ターン減らしつつ、もう1ターンは、8年ルフィの超過の方で、1ターン、短縮させております。で、合計2ターン短縮させております。で、ボニーの方で必殺使いまして封じを解除するのと、まあ、封じ中に、封じを解除すると攻撃力 2.25 倍になりますので、まあ、かなり火力上がりますよと。で、攻撃上昇効果はルフィの、船長効果の方で、1ターンずつ増えていますので3ターンになっていると。で、あとは、ローの方のフィーチャー使いましてお邪魔スロットを、次スロットに変換しつつ、スロット影響を上げているっていう感じですかね。で、まあ、ここで割合ダメージと船長と船員効果があるんですけど、まあ、これ一応誰と、変わっていても火力は足りると思うんですけど、まあ、全員試していないので、もしかしたら、クリアできない、キャラもいると思うんですけど、まあ、一応フランキーは大丈夫ですかね、多分。で、最後の、ここのターンで、8年ルフィの必殺を使いましてお邪魔スロットを、次スロットに変換、レーンスロットに変換させつつ、まあ、レーンスロットは有利扱いになっていますので火力は十分出るのかなと思っております。で、まあ、あとは、継続で攻撃力アップとか、まあ、スロット影響とか、まあ、あと初期値の方はね、ローとかで、上昇させておりますので、まあ、継続して火力は出るのかなと思っております。
まあ、ということで、ね、こんな感じで攻略できますので皆さんも試してみてください。はい、ということで続いてはこちらの編成で行こうと思っております。まあ、船長とフレンド船長は8周年ルフィで、船員にはボニーと、ロビン&ジンベエエース、フランキーという感じで行っております。まあ、フランキーはどうしてもね今のところ、攻略できる他の代用キャラっていうのがいないので、まあ、今後ちょっと探していこうかなとは思ってるんですけど、まあ、今のところはいないですよという感じですかね。まあ、もし見つけたらまた動画にしようかなとは思っております。で、まあ、ボニーも継続して使っております。で、ロビン&ジンベとエースという感じですかね。まあ、ロビン&ジンベを持っているのであればこちらの編成で行ってみてもいいですし、まあ、さっきの1パターン目の編成ではローを使っていたので、ローを持っている方はあっち側の方を、参考に、攻略してみてください。で、まあ、さっきの、編成と同様、ここで、必殺短縮を貯めております。まあ、十分貯まれば、あとは倒していけば大丈夫ですかね。まあ、やっぱフランキーのね、防御アップ6ターン解除できるのと、まあ、チェーン固定を 3.5 倍に固定できるっていうのはかなり優秀ですので、やっぱね、トレマ始まった時にやっぱしっかりゲットしておくべきでしたよね、皆さんもね。持ってない方はまあしょうがないかなと、もうゲットするチャンスはないので、まあ今後復刻で出ていってゲットするしかないですかね。で、まあここではバリア、ついているのと、まあ超邪魔スロット変換が来るので、まあこちらも同様、超邪魔スロットを消費していっております。で、まあ、第2バトルでは、こちらではね、ロビン&ジンベイの入れ替えがありますので、まあ、隣接するスロットを、ジソットに変換できますので、まあ、さっきの、1パターン目より火力は出しやすいかなと思っております。さあ、どうですか。まあ、自分結構ね、やっぱタップタイミング、うまくなっているような気がしますね。で、まあ、ここなんですけど、ここで倒してしまうとタップなんかが次のターンまで継続されてしまいますので、まあ、一旦は泳がしてください。で、続いてこちらの2ターン目で、チョッパーを倒すように皆さんしてみてください。なかなか出ないな、やばいな、危ね危なかったわ。いや、結構タップなんか難しいんでね。さあ、ということで、ゾロ&サンジが来ているわけなんですけど、まあ、こちらでも、チェーン固定が、されているということで、同じくフランキーの必殺を使いまして、まあ、防御アップ6ターンついているのと、まあ、チェーン固定を解除するために必殺を使っております。まあ、解除しつつ、3.5 倍に固定という感じですかね。で、ルフィ、8年ルフィの必殺と超過を使いまして、火力を上げて、で、お邪魔スロットっていうか、あの、フリスロットを、レンスロットに変換させつつ、火力を上げて倒していこうかなと思っております。さあ、まあ、先ほどと同じ感じなんで、火力的には問題なくいけいるのかなと思っております。どうですか。まあまあまあ、火力は出るでしょう。フランキーを最後にしておけば大丈夫かなと。まあ、あとはある程度グレート出ても、まあ、多分倒せると思いますので、まあ、そこら辺は安心してタップしてください。で、まあ、ボス戦のジンベイが来るわけなんですけど、まあ、ここでは封じが下段のね封じが5ターン来るのと、膝の巻き戻し2ターンされるのと、まあ、あとはですか、ダメージ軽減5ターンということで、まあ、ロビン&ジンベイの必殺を使いまして、必殺を2ターン短縮させるのと、そうですね、ダメージ軽減を5ターン解除させると。で、ボニーの膝を使いまして封じを解除するのと、まあ、封じ中であれば攻撃力 2.25 倍になりますよと。で、攻撃上昇効果はあの8年ルフィの、あの船長効果で1ターンずつ増やせますので計2ターン増やしておいています。で、残りのね8年ルフィの必殺を使いまして、レンスロットにしつつ倒していこうかなと。まあ、超過の方はね、最後の撃破時の行動で使いたいので残しておきます。まあ、超過がなくても十分火力は出ると思いますので、まあ、タップミスさえしなければ大丈夫かなという感じですかね。さあ、ということでここで、割合ダメージで、HP が削られますよと。で、船員と船長交換されるんですけど、まあ、ここもまあ、誰と交換されても大丈夫なような感じにはしていますが、もしかしたら火力足りないかもしれないのでそこら辺はご了承ください。で、まあ、最後こちらのエースの膝を使いまして、まあ、お邪魔スロットを自走点変換させつつスロット影響を上げますよと。
って必殺発動時体力が 30% 以下の時、相当影響 2.25 倍にできるんですよね。うん、まあちょうどよくね、割合ダメージ 90% ぐらいの攻撃してくれるので、まあ HP はかなり低くなっているので、まあスロット影響をかなり上げれますよと。で最後、8年ルフィの超過を使いまして、スロット影響の方を 2.5 倍になるように、上昇されております。あとはタップしていけば大丈夫ですかね。最後フランキーにしておけば火力的には問題ないかなと思っております。まあということで、こんな感じで、攻略できますので、まあ、皆さんも、どっちかのパターンで攻略してみてください。まあ、先ほど伝えた通り、まあ、1パターン目はねローを持ってる方がまあ編成組んでやってみてほしいですし、まあ、2パターン目はロビン&ジンベを持っている方は、参考にしてみてください。まあ、個人的には2パターン目の方が、まあ、簡単に攻略できるのかなと、安定して攻略できるのかなと思っていますので、おすすめは2パターン目なんですけど、まあ、ロビン&ジンベ持ってないよって方は、ぜひこのパターン1の方で、攻略してみてください。で、まあ、今後ね、心属性のフランキーを入れないで編成で攻略できるのかっていうのも今試していますので、まあ、攻略できたら、やってみようかなと、まあ、動画にしてみようかなと思っていますので、まあ、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。